海クワガタは、当脚木、海クワガタガに属する海産甲殻類の総称である。タイプ属の属名から、グナチアとも呼ばれる。クワガタという名が付いているが昆虫ではなく、ダンゴムシやワラジムシ、ダイオウグソクムシなどに近縁である。有生体は、クワガタムシのように大顎が発達する。メス生体では、大顎は、完全にき胸部が大きく膨らみ、 卵を抱える育房となっている。一方、妖精は、プラニザ妖精と呼ばれ、雌雄の区別がつかない。プラニザ妖精は、魚類の体液を吸うが、生態は何も食べず繁殖のみを行う。そのため、多くのプラニザ妖精では、後期が、吸血のために針状になっている。また、胸部は、多くの体液を溜め込むことができ、吸血前は、胸部の節目が明瞭だが、吸血後は、 節目が不明瞭になるほど膨張する。一般的にわらじ虫目の妖精は、満開妖精と呼ばれ、第7保脚を書く以外、生体とほとんど変わらない形態をしている。海クワ型類の形態の特徴は、有生体の大顎だけではない。第1、胸節が頭部と融合し、その付属子が後期になる。また、第7、胸節が退化して小さくなり、 第一複節の上に重なっている。そのため、不足が5体となっている。他のわらじ虫目では、普通、胸節は7節で、その付属地である、不足は7体である。このように、ウミクワガタかでは妖精、メス生体、有生体の形態が、それぞれ大きく異なり、基本的な本家の体制も、わらじ虫目の中でも得意な形態を呈している。図が示す通り、 海クワガタ科では、五節からなるブ節は、胸節よりも狭い。各複節には、先端に、羽毛状のモ毛を備えた養状のラシがあり、遊泳に用いられる。しかし、生態になってラシの先端にあるモ毛が小さく、耐火し、遊泳できなくなる種類もいる。海クワガタ類の分布は広く、長艦隊、水域、干潟、南極や水深約4000メートルの深海まで、 世界中の海から報告されている。しかし、ほとんどの種は全長1センチメートル以下と小さく、プラニザ妖精の寄生児以外は海底の目立たない場所に潜んでいるため、人目につきづらい。したがって、今後多くの新種が発見されると考えられる。海くわがタた類の生活感は、魚類に寄生するプラニザ妖精と、 海底で何も食べずに繁殖のみを行う生態で大きく二つに分けることができる。生活間の一順にかかる期間は二ヶ月から数年で種によって異なる。メスよりオスの方が長生きであるという報告もある。生活間プラニザ陽性は一時的に魚類の血を吸う外部寄生虫である。吸血を始めてしばらくするとプラニザ陽性の胸部は魚の血液で満たされ、 胸節の節目が不明瞭になるほどに膨らむ。その後、魚から離れ、海底に降りて、急速と脱皮を行う。脱皮後、吸った血液が消化されると、再び魚の血を吸うために活発に泳ぎ出す。三度目の脱皮時に、生態へ変態する。寄生する魚種は様々で、小さなハゼから、エイやサメなどの大型魚類まで多岐にわたる。騎手と海底を何度も行き来するためか、 魚種によって寄生する、海クワ型の種類も異なるということはない。寄生部位は高校、エラ、ヒレと様々だが、その魚の比較的表皮の薄い部位に吸血していることが多く、黒ごまがついているように見える。吸血時間は数時間から数日を要する。産後生域で寄生中のプラニザ妖精は、ホンソメワケベラなどの掃除魚に捕食される。 生体へ変態した海クワガタは何も食べず、幼生期に吸った血のみを栄養源としている。メス生体は胸部いっぱいに卵を抱く。卵が孵化し、新たな幼生が放卵牢から出ていくと、メス生体の胸部は空となり、やがて死亡する。一方、有生体は、メス生体をガードするため、メス生体の近くにいることが多い。こうして、 海クワガタの生態は海底に隠れて一生を終える。有生態の大顎の用途はまだはっきりとわかっていないが、少なくともヨーロッパの種類ではメスを挟み込んで捕まえることがわかっている。海クワガタ類の生態が住む場所は海面の内部、泥の中、岩やシサンゴの隙間、五階の生還の中など様々である。一個体のオス生態が複数のメス生態と交尾。 ガード、つまりハーレムを形成する種類も見つかっている。ウミクワガタ類は海洋調査船の底生動物調査で偶然見つかる例が多く研究者のみに知られていた生き物であった。しかし近年のスキューバダイビングの普及により一般のダイバーでも観察が可能になった。こうした観察例が増えることでウミクワガタ類の新たな分布や生息場所がわかり、 新種の発見にもつながるかもしれない。海クワガタカは世界で12族190種以上、日本では6族30種ほどが知られている。本家における族や種の同定は、有生体の頭部、後期、腹尾節、テニスの形状が中心となる。しかし、有生体が記載される一方で、妖精やメス生体の記載がおろそかになっていることが多い。そのため、 巨類から寄生虫として、プラニザ陽性の実が見つかっても、種の同貞までに至らないことが多い。ウミクワ型かの海分類いずれの属にもギリシャ語でアゴ、を意味するグナチアという名がついている。下記に、属名や、その属に含まれる種について一部記す。以下アルファベット順。a b 2 0 0 7年にも沖縄県の日型域に生息する新種のウミクワ型が報告されている。 沖縄タイムス2008年2月16日の記事、ありがとうございます。